地上の者たちよ、息災だったか。我は冥界の者、ペルセフォネ。今宵も再び皆に会えたことを嬉しく思う。江戸川乱歩の二千道か。その続きを共に楽しもうぞ。この話の冒頭にもちょっと述べたように、その頃松村武と私とはバスへの下駄屋の2階の6畳にもうどうにもこうにも動きが取れなくなって急棒のどん底に沈んでいたのである。でもあらゆる惨めさの中にもまだしも幸運であったのはちょうど時効が春であったことだ。これは貧乏人だけにしかわからない一つの秘密であるが、冬の終わりから夏の初めにかけて貧乏人はだいぶ儲けるのである。いや、儲けたと感じるのである。というのは、寒い時だけ必要であった羽織だとか下着だとか、ひどいのになるとヤグ、火鉢の類に至るまで質屋の蔵へ運ぶことができるからである。私どももそうした気候の恩恵によくして、明日はどうなることか、月末のマダイの支払いはどこから捻出するかというような先の心配を除いては、まずちょっと息をついたのである。そしてしばらくは遠慮しておった銭湯へも行けば床屋へも行く、飯屋ではいつもの味噌汁と香のものの代わりに刺身で1合かなんかを奮発するといった塩梅であった。ある日のこと、いい心持ちになって銭湯から帰ってきた私が、傷だらけの壊れかかった一閑張りの机の前にドカッと座った時に、一人残っていた松村武が妙な一種の興奮したような顔つきを持って私にこんなことを聞いたのである。君、この僕の机の上に二千銅貨を乗せておいたのは君だろう。あれはどこから持ってきたのだ。ああ、俺だよ。さっきタバコを買ったお釣りさ。どこのタバコ屋だ。飯屋の隣のあのばあさんのいる不景気なうちさ。そうか。とどういうわけか松村はひどく考え込んだのである。そしてなおも執拗にその二千銅貨について尋ねるのである。君、その時、君がタバコを買った時だ、誰か他にお客はいなかったかい。確かいなかったようだ。そうだ、いるはずがない。その時あのばあさんは居眠りをしていたんだ。この答えを聞いて松村は何か安心した様子であった。だがあのタバコ屋にはあのばあさんの他にどんな連中がいるんだろう。君は知らないかい。俺はあのばあさんとは仲良しなんだ。あの不景気な仏頂面が妙に気に入っているのでね。だから俺は相当あのタバコ屋については詳しいんだ。あそこにはばあさんの他にばあさんよりはもっと不景気なじいさんがいるきりだ。しかし君はそんなことを聞いてどうしようというのだ。まあいい、ちょっと訳があるんだ。ところで君が詳しいというのならもう少しあのタバコ屋のことを話さないか。うん、話してもいい。じいさんとばあさんとの間に一人の娘がある。俺は一度か二度その娘を見かけたが、そう悪くない気流だぜ。それが何でも監獄の差し入れ屋とかへ嫁行っているという話だ。その差し入れ屋が相当に暮らしているので、その仕送りであの不景気なタバコ屋も潰れないでどうにかこうにかやっているのだと、いつかばあさんが話していたっけ。私がタバコ屋に関する知識について話し始めた時に、驚いたことにはそれを話してくれと頼んでおきながら、もう聞きたくないと言わぬばかりに松村武が立ち上がったのである。そして広くもない座敷を隅から隅へ、ちょうど動物園の熊のようにのそりのそりと歩き始めたのである。私どもは二人とも日頃から随分気まぐれな方であった。話の間に突然立ち上がるなどはそう珍しいことでもなかったけれども、この場合の松村の態度は私をして沈黙せしめたほども変わっていたのである。松村はそうして部屋の中をあっちへ行ったりこっちへ行ったり約30分くらい歩き回っていた。
私は黙って一種の興味を持ってそれを眺めていた。その光景はもし傍観者があってこれを見たら恐ろしく気違いじみたものであったに違いないのである。そうこうするうちに私は腹が減ってきたのである。ちょうど夕食時分ではあったし、湯に入った私は余計に腹が減ったような気がしたのである。そこでまだ気違いじみた歩行を続けている松村に飯屋に行かぬかと勧めたところが、すまないが君一人で行ってくれという返事だ。仕方なく私はその通りにした。さて満腹した私が飯屋から帰ってくると、なんと珍しいことには松村があんまを読んで揉ませていたではないか。以前は私どものおなじみであった若い盲話学校の生徒が松村の肩につかまってしきりと何か持ち前のおしゃべりをやっているのであった。君、贅沢だと思っちゃいけない。これには訳があるんだ。まあしばらく黙って見ていてくれ。そのうちにわかるから。松村は私の気仙を制して避難を予防するように言った。昨日質屋の番頭を解きつけて、むしろ強奪してやっと手に入れた20円何かしの共有財産の寿命がアンマチン60銭だけ縮められることはこの際贅沢に違いなかったからである。私はこれらのただならぬ松村の態度についてある言い知れぬ興味を覚えた。そこで私は自分の机の前に座って古本屋で買ってきた講談本か何かを読みふけっている様子をした。そして実は松村の挙動をそっと盗み見ていたのである。アンマが帰ってしまうと松村は彼の机の前に座って何か紙切れに書いたものを読んでいるようであったが、やがて彼は懐中からもう一枚の紙切れを取り出して机の上に置いた。それはごく薄い二寸四方ほどの小さな紙切れで、細かい文字が一面に書いてあった。彼はこの二枚の紙片を熱心に比較研究しているようであった。そして鉛筆で新聞紙の余白に何かを書いては消し、書いては消ししていた。そんなことをしている間に電灯がついたり、表通りを豆腐屋のラッパが通り過ぎたり、縁日でも行くらしい人通りがしばらく続いたり、それが途絶えると品そば屋の哀れげなチャルメラの音が聞こえたりして、いつの間にか夜が更けたのである。私は黙って自分の床を敷いてごろりと横になると退屈にも一度読んだ講談本をさらに読み返しでもするほかはなかったのである。君、東京地図はなかったかしら。突然松村がこう言って私の方を振り向いた。さあそんなものはないだろう。下のおかみさんにでも聞いてみたらどうだ。うん、そうだな。彼はすぐに立ち上がってギシギシというはしご段を下へ降りていったが、やがて一枚の折り目から破れそうになった東京地図を借りてきた。そしてまた机の前に座ると熱心な研究を続けるのであった。私はますます好奇心を持って彼の様子を眺めていた。下の時計が9時を打った。松村は長い間の研究が一段落を告げたと見えて机の前から立ち上がって私の枕元へ座った。そして少し言いにくそうに、君ちょっと10円ばかり出してくれないかというのだ。私は松村のこの不思議な挙動については読者にはまだ明かしていないところの深い興味を持っていた。それゆえ彼に10円という当時の私どもにとっては全財産の半分であったところの大金を与えることに少しも異議を唱えなかった。松村は私から10円札を受け取ると振る合わせ1枚にしわくちゃのハンチングといういでたちで何も言わずにぷいっとどこかへ出て行った。一人取り残された私は松村のその後の行動についていろいろと想像を巡らした。そして一人北総園でいるうちにいつかついうとうとと夢路に入った。しばらくして松村の帰ったのを夢うつつに覚えていたが、それからは何も知らずにぐっすりと朝まで寝込んでしまったのである。
ずいぶん朝寝坊の私は、10時頃でもあったろうか、目を覚ましてみると、枕元に妙なものが立っているのに驚かされた。というのは、そこにはかすりの着物に角帯を締めて、紺の前だれをつけた一人の商人風の男が、ちょっとした風呂敷包みを背負って立っていたのである。何を妙な顔してるんだ。俺だよ。驚いたことには、その男が松村武史の声を持ってこう言ったのである。よくよく見るとそれはいかにも松村に違いないのだが、服装がまるで変わっていたので、私はしばらくの間何が何だかわけがわからなかったのである。どうしたんだ、風呂敷包みなんか背負って。それにそのなりはなんだ。俺はどこの番頭さんかと思った。大きな声だな。松村は両手で押さえつけるような格好をして、ささやくような小声で、大変なお土産を持ってきたよ、というのである。君はこんなに早くどこかへ行ってきたのか。私も彼の変な挙動につられて、思わず声を低くして聞き返した。すると松村は押さえつけても押さえつけても溢れ出すようなニタニタ笑いを顔いっぱいにみなぎらせながら、彼の口を私の耳のそばまで持ってきて、前よりは一層低いあるかなきかの声でこう言ったものである。この風呂敷袋の中には、君、5万円という金が入っているのだよ。楽しんでいただけただろうか。今宵は地上の安寧を祈り、このペルセフォネが千羽鶴を折っていたが、2羽しか折れなかった。よければ皆も千羽鶴を折り、再び会えることを祈ろうぞ。ではまた会う時。